い、こんにちは、ラビットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。バイオミュータントの攻略解説動画続けていきたいと思います。本日の内容はこちら。バイオミュータント強力爽快ミサイルピストルの性能と入手法を解説ということでね、今日もまた新武器の紹介をしたいと思うんですけれども、もうねクリアまでやって、そのサイドミッションもね結構こなしてるっていう人たちは手に入れたりして分かってるとは思うんですけれども、まだまだね始まったばっかりのゲームだし、サイドミッションもたくさんあると思いますんでね、もしまだまだ始めたばかりで武器とかねなんか強力なの欲しいなと思ってる人のね参考になればなと思います。で、本日の動画の概要なんですけれども、まずこのミサイルピストルの性能を軽く紹介して、でピストルだったら二丁拳銃両手に持てるんですよね。だから二丁拳銃の使用例みたいなのをねちょっと紹介して、で次に実戦で使うとこんな感じになりますよというのを紹介して、で最後に入手方法、これをね紹介して終わりにしたいなと思います。よかったら参考にしてみてください。でこのミサイルピストルが一つの例ってだけなんだけれども、後から出てくる強力な武器とかでエフェクトとかいろんなのがついてるやつ、追加効果とかいろいろついてるやつはエフェクトとかも戦闘のエフェクトとかも派手だし、音とかも結構すごいね大きい音とかして戦闘のね爽快感がね全然違うんですね。終盤の方とか、まあ、後半でもしくはちゃんと自分で作った武器とかがちゃんとしてれば、だんだんねそういう爽快感とかも出てくるので、こういうねあの後々出てくる強力な武器でねぜひ手に入れてまた新しくね戦闘してみてほしいなと思うんですけれども、で個人的には結構面白いなと思っております。バラして自分の武器にしていくのがねまた面白いなと思うし、集めたパーツをね寄せ集めてすごいそういう爽快な武器作れたらまた感動だしみたいなところあるんでね、よかったら参考にしてみてください。ミサイル拳銃の性能なんですけれども、名前はコンタジオンフラープスクラッキスっていう武器で、落ちてるやつはね攻撃力は最大521ということでそんな高くないんだけれども、二丁拳銃で戦えるからね、あと連射力も高いのでこれはこれで結構高い方です。でレベルちょっと分かんないんだけど、多分18から20ぐらいで使えるようになるという感じだと思います。で有害効果があって敵が毒ダメージを受けるんですね。これも結構強いんだけれども、で特に強いのが4発撃つごとにホーミングミサイルを発射するんですね、なぜかこれがでもねすごいんですよ。本当に面白くってかっこいいしすごい派手だしみたいな感じで、スーパーワンフーとかするとミサイルがズドドドドドドドって本当にねめちゃくちゃいっぱい出るんですよ。でそれが全部一気にスローモーションが終わった途端ドーンって敵に向かっていくみたいななんかねその凄さがねまた迫力あってね楽しいなという感じです。でこの銃に限らないんだけれども、他にもこの効果ミサイルクラウドっていうこれ効果なんだけれどもこんな感じで撃った弾と一緒に爆弾が出るっていうようなのもあったりして、それもねすっごい面白いんですよ。私ショットガンで自分でクラフトして作ったんだけれども、そのなんていうのかな、爆弾が一緒に出るみたいなやつやるとスーパーワンフーすると地雷だらけになって敵の周り、そのスーパーワンフーが終わった後、そのスーパーワンフーの間にもすごいダメージ与えるんだけど、終わった後その地雷がピッ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 ドカ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 ーっていう感じで爆発して、うわーみたいな感じですっごい爽快なんですよね。なのでこの完成品は一つの例なんじゃないかなということだと思うんですよね。だからそれをこれを一つ元にして自分でこんな感じの作ってみたらどうですかっていう例なんじゃないかなっていうことなんですよね。まあちょっとその辺はねあの人それぞれだと思うんですけども、でもちろんそのアタッチメントとかつけられて強力になるということですね。で素材をそんなに使わないでアタッチメントをつけて、まあ570から80ぐらいに上がるかなって感じなんだけれども、最大攻撃力がね、だピストルだからそんなもんかなと思うんだけど、二丁拳銃にすれば両手で1000ぐらいのダメージが出るかなみたいな勢いですよね。なんだけれどもやっぱりこのミサイルクラウドとかこの手の能力がついてる追加効果がついてる武器がやっぱり強いんじゃないかなという感じですよね。ただやっぱりこのゲームって戦闘が攻撃力が10とか50上がったからってそんなに変わんないんですよね。つまり自分の好きな外見にしちゃっていいんですよ。でそれで20とか30下がったとしても多少攻撃力下がったとしてもあんまり変わんないんですよ。それよりは見た目がね自分の好みにできてもうこんな面白いのが作れたみたいな、なんかそういう楽しみがあるんじゃないかなと思います。で二丁拳銃の使用例で、まあ一つねピストル作ってみたんですけれども、ちゃんとねクラフトをすれば結構ねいい銃作れますね。これこの画面だとあの木の素材が全然足りてないんだけれども、素材が足りない場合はいらない防具類とか
あとアイテム類とかをその分解しちゃえば素材になるので、それをやればね結構素材は不足しないかなという感じなんだけれども、お金が足りなければそのエネルギー回復の消費アイテムとかを売るとか、なんかそういうことも可能だと思うんでね。で今回作る銃は貫通装ブレードっていうのがあったので、これをつけられるやつをね作ってみたいなと思うんだけど、これはどんなのかっていうと、射撃するとその5個か6個ぐらいそのチェーンソーじゃない、あの丸のこぎりみたいなのがブンブンブンって飛んでって、これは敵を貫通するんですね。でダメージを与えていくと、当たったやつにはダメージを与えていくみたいなやつで、だ右手と左手でもちろん同じのでも派手になるけれども、違うのでまたやると面白いかなという感じです。よかったら参考にしてみてください。でね、実戦の方どんな感じかっていうと、まあほとんどはこの間紹介したライフル、レーザーライフルみたいなやつと同じぐらい強くって、普通の通常射撃でねほとんどの敵を倒すことができます。ですごいね、あの派手なんだけど、ワンフとかを決めていくとさらに攻撃力が上がっていくので、こういうね雑魚敵とかちょっとした大きいやつが1対1で戦うって時は少し離れて射撃すれば、まあ、全然問題ないという感じになります。ただちょっとリロードがね二丁拳銃は遅くなるので、あの合間にね近接攻撃とかを入れていかないと難しいかなってところはあるんですけれども、まあリロード終わっちゃえばねかなり長い間弾撃てるので、一丁でももちろん強力です。一丁でも強力なんだけれども、二丁拳銃にするとさらに強力になるという感じです。で戦闘が物足りないなと思う人はもちろん難易度をねハードにすれば少しは手応えが出てくるので、ただ雑魚敵相手にはどんな武器だろうが本当簡単に倒せるんだけれども、少し強い敵になってくるとこの武器じゃないとやっぱちょっと苦しくなったりするかなという感じですよね。でスーパーワンフのラピッドショットだと今みたいにミサイルがドドドドドっていくんですよ。まあミサイルが届く頃には大抵の敵は死んでるんだけれどもでも強い敵にはこれがねすごいね有効になってきます。なのでちょっと離れたりワンフあのカンフだよね、近接攻撃とかでワンフポイントを貯めて、でスーパーワンフでこのミサイル乱射を決めていくというのが戦闘スタイルになると思うんですけれども、こんな感じででも敵は大抵死んでるんですね。で後からミサイルがブワーってまともなく飛んでいくという感じです。で集団戦闘でももちろん強力で、敵が多数いてもこのミサイルは自動でホーミングしていくので多数の敵にねボコボコボコって当たっていくんですね一気に。これがね敵たくさんに当たって一気に倒すとめちゃくちゃ気持ちいいんですよ。もうもっと戦いたくてしょうがないみたいな、次の敵はどこだみたいな感じになるのでね、ぜひ試してみてください。もうこんな感じで空飛んでようがなんだろうがもうホーミングしてね撃ち落としちゃったりするんで、でももちろんね敵はハードとか、これ今ハードなんだけれども結構硬くなったりもするので生き残ってきたりするという感じです。で強い敵とかになってくると攻撃力がすごく高いので、ちょっと敵のコンボの中にズバッて入っちゃったりするとこれでも一瞬でやられちゃうみたいな、こっちも一瞬でやられちゃうみたいな、そんな感じのところあるのでこのゲームだから油断はできないなみたいな感じなんですけれども、攻撃力がちょっとどっちも高めなんだよね。で防御力、まあ私のステータスの振り方の問題かもしれないんだけれども、敵も攻撃力が高いのでやばいやばいやばい、今の例えばファイヤーあれに至近距離でもう全部直撃すると回復する暇もなくやられちゃったりするんですね。なので気をつけないとこれでもいけないという感じなので、私はちょっとゲームバランス崩れてるとまでは思わないかなって感じで、むしろ自分たちが気持ちいいかなぐらいのレベルだと思います。これでね敵、強い敵ともその合格以上に戦えるという感じでいいんじゃないかなと思うんだけど、例えば今回これすごいあのそんなにめちゃくちゃ強いやつじゃないんだけれども、私が普通に戦っててちょっと油断したんですよ。ちょっと油断したら一気に形勢逆転されたっていう例でぜひ見てほしいんだけれどもマジかって思うぐらい一瞬で殺されるんですよ。でちょっとそのいつものように近接のワンフと絡めて、これでスーパーワンフでロケットじゃないミサイル乱射で、あもう勝ったなみたいな思ってたんですよ。でヒットポイントももうこれでミサイルが全弾当たって、この後あよし終わったわと思ったらこの火ですよ、当たっもう死亡みたいなイエーみたいな感じで、だこんな感じのね戦闘になるということですよね。なかなか緊張感があって面白いなと思うんだけれども、で入手方法なんですけれども、あの世界中の北西にあるフューム鋳造所、ここにあります。
でここは放射能に汚染されているので放射能に対する耐性ということで放射能の耐性スーツを持っていったらいいんじゃないかなと思います。だから先に放射能の耐性スーツをね手に入れないといけないということです。で鍵が旧世界の貯蔵庫に入ってるんだけど鍵がかかっているんですけれども、またライフルの時と一緒でモンスターが、ね、そこにいるフューム鋳造所にいるモンスターが持っているので、それを倒せば手に入るという感じです。でモンスターが出てこない場合はムーグのところに戻ってムーグに一回話しかければまた出てくるようになるという感じだと思います。でまあ無事にね鍵を手に入れたらここに戻って手に入れればいいという感じです。ぜひね手に入れてみてください。こんな感じでねもう武器類がでもこれ一個だけじゃなくて本当紹介したいのがいくつもあるみたいな感じなんで、まあ皆さんね手に入れてると思うんですけども、あとランダム要素で道端で手に入るそのルーティングして手に入る武器のパーツの中にさっき言ったみたいに爆弾のエフェクトがついてるとか、なんかね炎のつとかその放射性能とかさいろいろついてるんですよ。だからこれで本当の楽しさはこれらのパーツで自分好みの武器を作りでそれで遊んでいくということなんじゃないかなと今はねやり込んだ今は思っているので、まあ、ぜひね皆さんもぜひやり込んでその自分の武器自分好みの武器みたいなのを作るね楽しみを味わってほしいなと思います。よかったらね皆さんのこんな武器のセットとかあったよとかこんなの作ったら面白かったよとかねあったらコメント欄で教えてください。それじゃあね今日はこの辺で終わりにしたいなと思います。ご視聴の方ありがとうございました。またなんかね面白い遊び方とか面白い武器とか作れたらね紹介していきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録の方とかもねよろしくお願いいたします。それではラビットでした。皆様の良きバイオミュータントライフをお祈りしてます。ほいじゃあまたね。